第4章の壁っていうか、本当もう国が違うぐらいのレベルだったんで、ディズニーとユニバー対戦表明されてから、この辺、一度も負けなかったっていう、どっかに天使選手の存在があるから、あいつ倒すのは誰にも負けられなかったっていう。未来のある子供たちのためじゃない、僕の試合を見ようと思います。俺たちは、オリンピックかっこいいっすね。この試合は、格闘技人生だけじゃなくて、僕の人生かけて、勝ってきました。